エリ・コーヘンは、イスラエルの会計士、政治家。クラヌに所属する、クネセト議員、経済産業大臣であり、安全保障内閣の一員でもある。コーヘンは、ホロンのテル・ギボリム地区で生まれ育った。イスラエル国防軍の空軍で少佐として、兵役を終えた後、テルアビブ大学に学び、会計学の BA、財政学、会計学の MBA を取得した。さらに、 イスラエルオープン大学で経営学、経済学の学士号も得た。その後、会計士として仕事をしながらテルアビブ大学で授業も担当した。後編は2000年から会計事務所部のジブハーフとアカウンタンツで経済部門の責任者として勤務し始めた。2003年には格付け機関マロを S&P に転じ企業部門の責任者となった。2007年には イスラエルラントデベロップメントカンパニーの上級副社長に任じられた。2015年の第20回イスラエル議会総選挙に先立ち、コ編ヘンはクラヌに入党し、その比例代表候補者名簿の第8位に掲載された。この選挙でクラヌは1 2議席を獲得し、コ編ヘンも議員に当選した。当選後、コ編ヘンは改革委員会の委員に任命され、また、 財務委員会と国防予算合同委員会の委員にもなった。2017年1月23日、クラヌ党首のモシェ・カーロンが務めていた経済産業大臣の職を引き継いだ。2017年には経済産業大臣として来日し、非イスラエルイノベーションパートナーシップの立ち上げを発表した。2019年の第21回イスラエル議会総選挙では後編は クラヌの比例代表候補者名簿の第2位に掲載されて議員に再選されたが、党の獲得議席は4議席に後退した。後編は、既婚で4人の子供がおり、ホロンに居住している。ありがとうございます。